私はエミ、夫のカズヤとは結婚2年目、共働きなのもあって、家事はしっかり分担している。エミ、お皿出してくれる？はーい。うん、美味しい。よかった。カズヤは真面目で優しい。そろそろ子供を作る話も出ているが、私は気がかりなことがあって、積極的になれないでいる。そういえば、今度の日曜日、母さんが遊びに来たいって。また？もうすぐ俺の誕生日があるだろ。せっかくだし、お祝いしたいって。お祝いって、結局うちでご飯食べるんでしょ？料理は俺が用意するし、別にいいだろ。カズヤの誕生日が目的で来るのに、あなたに用意させたら、お母さんの機嫌が悪くなるじゃない。そうか？俺は気にしないし、きっと母さんも何とも思わないよ。思うわよ。私は義母が苦手だ。というか、義母から明らかに嫌われている。でも、カズヤは全然気づいてないんだよね。義母からのあからさまな嫁いびりも、カズヤは悪気はないでスルーするので、最近彼との将来が不安になっていた。付き合っている時はカズヤのおおらかさに惹かれたんだけど、一緒に生活すると鈍さにイラッとすることも多いのよね。お母さんを呼びたいのは分かったわ。でも泊まりはなしで、絶対にホテル予約してちょうだい。嫌なら私は実家に帰る。エミは悪い方に考えすぎなんだよ。母さんはエミとも仲良くしたくてうちに遊びに来ていると思うよ。はぁ、ほんとカズヤっておめでたいわよね。え？なんでもない。次の日曜日。カズヤ、元気だった？先月会っただろ。変わりないよ。だったらいいけど、最近寒いでしょ？風邪とかひいてない？大丈夫。エミさんはそういうところをちゃんと気遣ってくれるかわからないから心配なのよ。はぁ、母さんは心配性だな。当たり前でしょ？母親なんだから。やっぱり母親っていうのは子供を誰よりも愛しているものなの。エミさんは嫁だけどまだ日も浅いしね。その辺はまだまだ母さんにはかなわないと思うわ。はあ、そうでしょうね。そういうものなんだ。あら、料理用意してたの？うん、エミが朝から頑張ってくれたんだよ。これも美味しそうだけど、実はカズヤの好物のうな重を予約してたのよ。え？ほら、昔行ったお店覚えてる？めちゃくちゃ有名なお店だったよね。一日の予約人数が決まっているっていう。そうそう。でも、エミさんがこうやって用意してたんなら、キャンセルしないとだわね。うわ、わざとらしい。あ、待って。確かそこお持ち帰りできたよね。そうしようよ。いいこと思いつくわね。確かに持って帰ればすぐに食べなくてもいいものね。そうだよ。エミさん、悪いけど取ってきてくれない？私ですか？本当は予約した私が行きたいんだけど、腰が痛くてね。それに今日はカズヤが主役でしょ？いいですよ。じゃあ私が行きます。うなぎ楽しみだな。カズヤは昔からうなぎが好きだものね。ムカつく。ご予約ですか？すみません。お名前がないようです。そうでしたか。やっぱりね。予想はついていた。前にも似たような経験をしたからだ。結婚前。食事会の場所が変更ですか？ええ、そうなの。だから、エミさんのご両親にも伝えておいてくれる？はい、わかりました。申し訳ありません。お名前がないようですが。え？変更なんて言ってないわよ。エミさんたら聞き間違えたんじゃない？そんなわけありません。だって、メモも取ってありますし、お母さんからの着信も残ってますよ。じゃあ、あなたが勘違いしただけでしょ？失礼ね。私が嫌がらせでもしたっていうの？はぁ？あちらのお母さん、癖が強そうだけど、大丈夫？わざとなのか知らんが、こんな失礼な人が義母になっていいのか？お父さんは反対だぞ。ごめん、母さんうっかりしてたみたいで。うっかりって。本人も落ち込んでるし、許してやってくれないか？俺からもちゃんと伝えておくから。わかった。だがそれ以降も、義母のうっかりは続いた。しかもなぜか、私にだけ迷惑がかかる間違いばかりだった。カズヤはその都度、ごめんな。母さん歳だから、迷惑かけて申し訳ない。そう言って謝罪するが、義母がわざと嫌がらせをしているとは本気で思っていないのだ。うなぎ屋、予約してないって言ってたけど。そうなの？うわ、また母さんうっかりしてたんだ。ごめんな、エミ。母さん、予約忘れてたみたいだよ。あら、そうだった？エミさんに悪いことしちゃったわね。全く思ってもいないくせに。カズヤ、母さんお腹空いちゃったし、先に料理いただいちゃっていいかしら。え、けど。いいわよ、先に食べてて。二人で仲良くね。そう？エミがそう言うならそうさせてもらおうかな。ちゃんとエミの分は残しておくからね。ああ、ムカつく！あいつ何なのよ！本気でお母さんに悪気がないって思ってるわけ？何度も繰り返されてるんだから、いい加減わざとだってわかるでしょうが。最近はお母さんよりもカズヤにストレスが溜まってきて。
そろそろ限界だわ。ただいま。おかえり。遅かったね。私の分残してくれるって言ってなかった？ああ、うん。でも母さんがエミの帰りが遅いし、料理が冷めちゃうともったいないって。は？それに母さんがお腹空いてたみたいで。はあ、ごめんな、エミ。今から俺なんか作るよ。何食べたい？それよりお母さんは？お腹いっぱいになったら眠くなったってベッドで寝てるよ。は？ホテルにしてって伝えたよね。それにベッドって何？まさか私たちのベッドで寝ているわけ？だってお腹いっぱいになったら誰だって眠くなるだろ。布団の用意もしていなかったし、寝る場所ってベッドしかないじゃない。信じられない。エミ、どうしたの？本気で私が怒っている理由わからないの？ごめん、俺なんかやっちゃった？本当に自覚がないんだね。そういうところがもう無理だなって思うのよ。なーに？大きな声出して。全然眠れないじゃない。あら、エミさん、今帰ってきたの？遅いわね。何してたの？お母さんこそ何してるんです？息子夫婦のベッドで横になるなんて、よくもそんな気色悪いことできますね。別にいいじゃない。何が問題なの？カズヤはいいって言ってくれたわよ。エミ、それが問題だったの？母さんがベッド使うの、そんなに嫌だった？逆に聞くけど、カズヤはその辺のキモいおっさんが自分のベッドに寝てても、なんとも思わないの？その辺のキモいおっさん？どういう例えよ。私にしたら同じ意味ですよ。いや、むしろその辺のおっさんの方が全然マシかも。知らないおっさんは嫌がらせをしてきませんから。カズヤ、今の聞いた？エミさんってばひどいのよ。エミ、さすがにそれは母さんに失礼だよ。あら、そうだった？ごめんね。悪気はないの。なわけないでしょ。悪気ないですよ。冗談ですって、冗談。やだ、本気にしたんですか？冗談なの？本当に？冗談だってば。カズヤもお母さんのことでよく言うでしょ？悪気のない冗談だって。それよそれ。そうなのか。ちょっとカズヤ、まさかエミさんの言ってること本気にしたんじゃないわよね。冗談なわけないじゃない。でもエミはそう言ってるし。そうですよ、悪気はないんですって。母さんも落ち着いてよ。エミも冗談とはいえ言い過ぎだから、ごめんって謝ろう。エミ、聞いてる？どうしたの？笑顔がちょっと怖いよ。ああ、今ね、心の底からこいつほんとダメだなって思ってるとこ。え、こいつ？こいつって誰？あんたのことに決まってるでしょ。カズヤ、あんたってほんと鈍いを通り越してバカなんじゃないの？は？何？どういうこと？悪気がないからって何してもいいって思ってるの？私がお母さんのことボロクソに言っても悪気がなければ許してくれるわけ？エミ、つまりどういうこと？ここまで言ってもわからないの？あのさ、私もお母さんもお互いのこと嫌いなの。ですよね、お母さん。何よ。お母さんが私に毎回嫌がらせしてきて、その度に悪気はないからってカズヤはかばってたけど、悪気の有無よりも嫌がらせ受けた方の気持ちが重要なんじゃないの？それは。カズヤの理屈だと、いじめする側が遊んでただけですって言えば、いじめ自体が許されるよね。いじめられている方は許さなきゃいけなくなるよね。待ってよ、俺はそんなつもりじゃ。ただ母さんとエミには仲良くしてほしいだけだよ。でも悪気ないって言えば私が納得するって思ってるんだよね。そっか、仕方ないかって言うと思う？なわけねえだろ。私最初はお母さんが嫌いだった。でも最近は悪気はないからって流すカズヤの方がずっとムカついてる。俺は何もしてないのに。何もしてないからムカついてるんだよ。うわ、私ね、カズヤのことが心が広い人なんだなって思ってた。おおらかなんだなって。でも今は救いようのない鈍感か、見たくないものは気づかないようにしている、自分が可愛いずるいやつとしか思えない。エミさん、あなた言い過ぎだわ。お母さんだって気づいてたんじゃないですか？カズヤはどっちにもいい顔してるって。私といる時は母さんがごめん、母さんに悪気はないんだって言って、お母さんといる時はエミがごめん、エミに悪気はないんだって言うんですよ。自分は安全な場所にいて、嫁姑の争いを人事として見ているクズ野郎なんです。カズヤ、二人の時は優しいし頼りになる。でもいざという時に裏切る人とは夫婦としてやっていけないわ。ちょっと待ってよ、俺そんなに悪いことした？母さんがエミに嫌がらせはしてたけど、俺は何もしていないでしょ。嫌がらせって気づいてたんだ、悪気はないってかばってたくせに。あ、やっぱりね。違う、俺は本当に二人に仲良くしてほしいって思ってたよ。もういいわ、言い訳を聞くのはうんざり。私実家に帰るわ。今後のことは落ち着いてから連絡する。今後のことってどういう意味？離婚するかどうかって話。別にいいでしょ？お互い共働きだし子供もいない、結婚もまだ2年目だし、離婚したって特にマイナスはないじゃない。やだ、離婚したくない。は？エミが母さんのこと嫌いだって言うなら、もう母さんと会わなくていいから。
なんなの突然。たった2年で離婚なんて嫌だよ。俺たちまだうまくやっていけるって。それって世間体的な問題？そんなんじゃないって。ふーん、でもそんなこと言っていいの？後ろでお母さんがショック受けてるけど。あ、母さん、カズヤにとって母親ってそんなあっさり捨てられるものなの？母さんすごくショックだわ。だってたった2年結婚してただけのエミさんがいいならそうすればいいわ。もうお母さん知らないから。あ、追いかけたら？情けない男。そうして私は家を出て実家に向かった。その後実家に帰ると両親はやっぱりねという顔で出迎えてくれた。まあ結婚する前からこうなる覚悟もしてたから。確かにな、私も母さんも和也くんのこと大丈夫かって思ってたけど、エミが好きだって言うし、いい大人なんだから好きにやらせようって決めてたんだ。そうだったんだ。心配かけてごめんね。予想された通りに戻ってきちゃった。若いんだし今時離婚なんて大した傷にならないわよ。そうそう。ああ。あっさりと慰められ、それ以上二人とも和也について話すことはなかった。うちの両親はドライなのかな？でも私にとってはこのくらいの距離感が楽だな。数ヶ月後、和也と離婚が決まったが、相変わらず義母がべったりな様子で、私と別れたことでさらに距離が縮まったようだ。キモ。結婚前は素敵な旦那さんになるって思ってたけど、私の見る目がなかったんだな。たった2年だけど心底疲れた結婚生活だったので、しばらくは気楽な独身生活を楽しもうと思うのだった。